お。さあ、今日はこちらに来ております。ピコ。今日一日良い日でありますように。ね。じゃあ行きましょうか。ちょっと肌寒い秋のダウンでパッと見たけど、まあまあ減衰してるやん。朝こんだけ冷えて、気温計何度でしたっけ？15度ってまあまあ久しぶりに見たわ。10月も入ってるし、基本的にはこれ寒いなってなった時はターンが起こる。減衰してるってことは水の流れも少ないし、そのターンの水がどうなるかみたいな。この31、30、29とかこの辺り、ここに給水塔がある。給水塔があるっていうことは最も水が安定してるとか、逆にブクブクがあるってことは最も水が安定してないってことやね。だからパッと見どこが一番釣れるかって言ったら、上流からずっと降りてきて、このままこっちのインレットからちょっと一回この黄色い方へ来て、はい、このまま右に曲がって、やっぱこのああいう、さあ一箇所目、岬が何本かこう続く。基本的にはインサイドよね。インサイド。ちょっと海洋側から行くわ。これよくない、これ海洋側。あの今から投げる1投目はバスのいるポジションにルアー落とすで、ここにいると思うねん。これの下に、これの下におると思うねんけど、ここを通るように巻いてこなあかんやん。例えばこう投げたらそこを通るのは一瞬なんですよ。そこから魚が浮いてきて岸までの間で食うというイメージ。泡残るね。このパーツがすごいな。とこのヒレが普通の羽物にはついてないような、こういう横のパーツ、これ海洋ガの尻尾かな。対岸に変えました。対岸やな、まさにまさに対岸やな。やべ、対岸に引っかかった。なんかね、水中に木が見えてるけど、あの見えてるとこだけじゃなくて多分他にも木があると思うわ。バスの姿が全く見えません。多分ね、魚がすごい沈んでスローに動いてる感じなんですよ。これはまあ秋の基本やけどね。やっていきますよ。フローティングミツマタキャロという、もうもはや発明品とも言えるキャロライナのシステムです。これをまずこのとんがった方に糸を結んでいきます。で、逆にとんがってない方、今14ポンドですね。わかりやすいよ。ピンフリーの 14g、 14ポンドに 14g。 シンカーのリーダーの長さはまあ25センチぐらいかな、もうちょっとか、30センチぐらいかな。真っ直線に浮いてるというよりは こっちから糸引っ張ってるから、こういう角度で浮いてるっていう感じで。これはリーダーですね。リーダーは 11.5、まあ、約12ポンドぐらい。
リーダーの長さは魚のスロー具合に応じて使い分けるって感じ。フックはベローズフックの2番、ワーム側のリーダーが60センチ、ちょうどこうシンカーがこう真ん中に来るぐらいかな。で使うワームは DB ユーマのちっこい方、これをゴリっぽく使う。ボトムでツンツンってしながら、まあ秋の定番の釣りをサーチもできるし、その朝のスローな状態にも対応できるしみたいな、そういう感じ。このぐらいかな。これで今水深がどれぐらいやろ、5メーターぐらいやったらええかな。もっとあるか、あめっちゃある、そんなあるんや。まあまああったで、12、3メーターあったで。すごい、この岩の周りゴリゴリとかね、浮きゴリとかコバスとか、当たった当たった当たった、おー当たってるわ、ちっちゃいね。あー抜けた、全然持ってかんかったね。4メーターぐらいのところで当たった。でもこうゴリの釣りをして反応はするから、こういうのなんだな。あ当たった。おわ持ってかないです。いいところにはちゃんとスクールが入るけど、今みたいにたまたまポンって当たりがあったと、でも全く動かずその場で止まってるような時って周りに、バスが全くおらんってことやからね。他のバスに取られる心配があるから走ってどっかに隠れようとするけど、それがない。うわまた当たった。おわなんだこれ、来たけどちっちゃいぞ。本当に単発のバスをこう拾うっていう感じの釣れ方やったねこれ。はいはい、ようこそ単発くんです。何を食べてるんですかね、まあまあまあ、でもこうやっていい場所を探していくのが秋の釣りじゃないかな。キャロライナって答えを出すまでの時間がかかる、これを楽しむ釣りなんですよ。地形こうなってんちゃうかな、バスここにいるんちゃうかなって、水深も分かりやすいし、でいたところでやっぱ食わせる力も強いから、そうバスを探し当てれんのよね。ちゃんと超過情報とか気にする人いるやん。まあまあ大体の人超過情報気にするから、どうやったら釣れるとか、その答え知りたい、答え知りたい、すごい答えが知りたいんやけど、自分から答えをさこう作りに行く人はキャロライナめちゃくちゃおもろくて、で逆にこうキャロをさ、まあ頑張ってキャロをやり込んだとしようよ。ほんならそういう自分でこうバスを探していく楽しさみたいなのが面白くなってくるわけ。キャストコースだったりシンカーのウェイトだったりリーダーの長さだったりワームの種類だったりアプローチの速度だったり、いろんなところをこういじくる余地があって、当たってるわ、当たってる当たってる、離した。これも今持ってかへんから、ここにはバスは少ないわけよ。すごい広範囲をサーチしながらバスの密度まで分かるんやで、おかっぱりでやってながら、もう魚探かけてるみたいなもんや。おっしゃ、イエイ、また来たぜ。いやいや、ちょっとね、前回が悔しかったから、ただただ悔しかったから、もう一回。おっしゃ、おっと
お、お、マジ？え？え、嘘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 やろ？ホタルの日か。まさか新しい人入らないんですね。さあ行け野口さん。入った、野口さん入った。はい、来ましたよ。室生ダムじゃないわ、宝が生まれるダムになってる。いいことありそう。さ あ、 あやってきました。またまた室生ダム。あの前回来た時より何が変わったかって、雨が降ってる。で前回来た時から2日経ってるということで、やっていくんですが、モーニングなんで普通はモーニングダウスイと行きたいところなんですが、ガンタレル周りをねタタッと。よう見えるなこれ。ちょっとガンタレルをこう一周回したろかな。ドカーン釣れそうやん。出た、おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、出たガンタレルね。えこれよ、かなり魚がスローやから、もうルアーのパワー上げてグリグリゾーンやっと借りを返せた気分やわ。ちょっとねルアー買いました。 AK バズ、 AK バズ。あのね一世の赤松くんね、彼がまあ、作ったバズベイトなんやけど、 SNS 見とったらさ、赤松くんあのタイガン買ってくれた、ありがとうという気持ちを込めて彼が作ったものを買ってみようかなと。ありがとうローテーションです。 AK チャッターのこのブレードがこう前についてて、でバズベイトのプロップがこういう感じで、だから2枚のペラを合体させるような形で、ね、ヒットする音もちゃんとあって、カタカタカタ。でなんせ飛ぶらしい、とにかく飛ぶわ。いいね飛ぶるわって。これめっちゃいい、この AK バズめっちゃ飛ぶで、めっちゃ飛ぶ。浮かそうと思ったりさ、はい、泳がしたり、まあ、そういうちょっとこうローライトを意識した釣りをずっとしてきたけど、要はこの雨が食わせのスイッチを入れているということを想定して、食
食わせの釣り、ベローズシャッド、匂い、なんかやたら当たりがあるけど、ほぼギルやで、ギルバイトやで。バイト来たよ、来た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 、フリーリグに来たわ。なんかなんかツン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 、そのブルーギルみたいな当たりがあって、でまあ何回かその当たりの中でスルーしてたんやけど、こいつちょっとスルーできないなっていうバイト。よいしょねえ、まあずっとチコ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 当たってるけど、まあ、合わせてみるとこれって感じなのかもしれないね。もうほんまにギルバイトっぽかったよ。はい、移動してきました。ここのバックウォーターは鮎が絡む、鮎が絡む、釣れそうな気がする。まあまあ雨パワーを生かせるのかやね、生かしきれるのかやね。ちょっとここら辺で投げてみようかな。ちょっとこれに名前つけてもらっていいですか。これにピンちゃん。うわうわ、完全に一致した。怖いわ、俺もピンちゃんやと思ってた。完全に一致した。そんなことある？俺今ピンちゃんって言おうと思ってん。うん、ピンクのピンにちゃんで言ったよね。怖いわ。全く同じこと思ってた。気配ないね。でもお茶湯が入ってんだったらもうこの辺にバスおるからね。お、なんか出た、やらかした。出た、出とったな今。見てませんでしたわ今。